전화와 따뜻하시다. 私はこんな姿をしている必要もなくなったのだ。お前の醸造さえ手に入れればもう怖いものはない。アドル君、わしの負けだ。さあ、入ってきたまえ。わしが浅はかだった。ガーランドの言葉を信じたばかりに、こんなことに。ガーランドが、奴の手下だったとは。ガルバランが復活すると、化け物たちがこの城へなだれ込んできた。ガルバランの残党であるガーランドは最初からこの城を利用しようと考えていたのだろう。このままでは再び暗黒の時代が訪れる。それを避ける方法はただ一つ。誰かが四つの彫像を持ってガルバラン島へ奴を封印しに行くしかない。この紋章を渡しておく。これはガルバラン島の入り口を開くためのものだ。わしは皆に迷惑をかけた。この償いはさせてもらうつもりだ。無事でよかった。エレナ、ガルバランの復活を阻止しようとする者はこうなるのだ。アドール、よく見るがいい。させたくなければ四つの彫像を持ってガルバラン島へ来るのだ。バレスタイン城は壊滅した。で、それは僕の力じゃない。ガルバランが、そしてチェスターがやったことだ。僕は一体何のために戦っているのだろう。ドギの故郷を、町を救うためだろうか。エレナが連れ去られる時でさえ何もしてやれなかった。僕は剣士として、そして冒険家として一人前の人間なんだろうか。アドル、浮かない顔して。お前は今やこの町のヒーローなんだぜ。
ドギー、僕は自分の力がこんなにちっぽけなんだって感じたことはない。エレン、エレン、ガルバラン、なんだって？エレナが連れ去られた時、奴を倒すどころか彼女を守ってやることさえできなかった。僕は自分がわからない。ドギー、僕は本当に強い人間なんだろうか。冒険家ってのは人を不幸に巻き込むものなのか。本当に強い人間は自分の弱さを知っているもんさ。自分の力を信じな。さあアドル、エレナを助けに行くんだ。いらっしゃいませ。どのようなご用ですか？どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。またいらしてくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうよ。また来てくれよな。ガルバラン島へ。伝説の勇者が通った道だ。君ならやれるかもしれん。神よ、この者を守りたまえ。アドル君、君には何と感謝したらいいのか。さあ、その彫像を渡してくれたまえ。エドガーさん、僕をガルバラン島に行かせてください。なんだって？確かにあそこへは誰かが行かねばならん。だが生きて帰れるという保証はどこにもないんだ。君はまだ若い。まだ世の中に知らなくてはならないことがたくさんあるはずだ。ガルバラに立ち向かえるのは僕しかいません。それに今行かなかったら僕は一生後悔するような気がするんです。ドギー、エドガーさん、俺からもお願いするよ。アドルを行かせてやってくれ。アドルは単なる旅人じゃない、冒険家なんだ。生きて帰れるかどうかわからなくても行かなくちゃならない時があるんだよ。
ドル君、これを持っていきたまえ。ガルバラン島の暗闇を照らしてくれるはずだ。もし君に万が一のことがあったら、必ず生きて戻ってくれ。アドル、死ぬなよ。必ず生きて戻ってくれ。アドル、死ぬなよ。島へたどり着いたのか。
力。ここがお前の悪魔の名。私が身代わりになってやる。エレナを離せ。私はアドルの持っている彫像に用があるのだ。私に歯向かうとどうなるかよく見るがいい。ジェスター、ガルバラ、私は貴様を倒す。死んでいった数多くの仲間のために、両親のために。強がりはそれくらいにしておく。私は今や完全に復活した。もはや兄さん、もうやめて。ガルバランは人間が作り出したんでしょ。そのガルバランと戦わなくちゃいけないの。親子に殺し合うようなものじゃない。ええ、ガルバランを倒さなければ我々が破滅するんだよ。破滅すればいいのよ。エレナ、やり直すんだ。ガルバランを倒して平和だった時代に。ガルバラン、この彫像はくれてやる。だが二人を殺せば。なかなか物分かりの